皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回は大胸筋のトレーニングの解説ということで、やっとですね、こう本題に入っていきます。おすすめのセット数、レップ数、そして種目を選ぶ際のコツとサンプルメニューをですね、解説させていただければと思います。しっかり前回の動画でですね、こう基本になる大胸筋の機能ですとか、トレーニングする際に注意していただきたいことっていうのはもう覚えていただいたと思いますので、じゃあ具体的にね、どういうやり方でメニュー組んだらいいのかっていうことについて解説をしていきます。で、まずですね、大胸筋を効率よく筋肥大させていくために理想的なセット数なんですけども、これは1週間に10セットから20セットの間でメニュー組んでいただくのがいいです。これは1週間のセット数なので、週に1回胸のトレーニングをする方は、例えば4種目3セットずつで12セットやるとかね、週に2回やる方は3種目3セットずつを2回ということで、9セット9セットで18セットとかね、そういう感じでね、組んでいただくのがいいんじゃないかなと思います。で、トレーニング頻度なんですけども、週に1回から3回トレーニングしていただくのがおすすめです。私が個人的に一番おすすめなのは週に2回ですね、大胸筋のトレーニングやっていただくのが、一番こう重量伸ばしやすくて筋肥大に効果的なんじゃないかなと思います。他の動画でもね、何回も話してますけども、筋肥大にとって一番大事なのは、週あたりのトータルのボリューム、種目の重量かける回数かけるセット数のこうトータルのね、数値なので、1週間のボリュームが一緒なのであれば、週1回のトレーニングだろうが、週2回のトレーニングだろうが、週3回のトレーニングだろうが、筋肥大の効果はそれほど変わらないので、ご自身のね、一番こうやりやすいようにメニュー組んで頻度を決めていただければと思います。そしておすすめのレップ数なんですけども、フリーウェイトのトレーニングの場合は6から8レップで組んでいただくのが個人的にはおすすめです。大胸筋って大きくて力もね、強い力が出せる筋肉なので、高重量のフリーウェイトを扱っていただいて、ガンガンですね、重量を伸ばしていただくっていうのが基本になります。なのでフリーウェイトにおいては6回から8回の回数少なめでしっかりねやっていくっていうのがおすすめになります。で、補助的に使うマシンのトレーニングについては6回から12回、もうちょっと範囲が広がります。こう関節のね、負担を考えて重量を落としてですね、回数多めの12回ぐらい狙ってやるっていうのもいいですし、安全なね、マシンでしっかりと重量を持って6回ぐらいの低回数でがっつりいくっていうのもありだと思うので、そこはね、ご自身の好みと体調に応じて考えていただければいいんじゃないかなと思います。そして次は種目を選択する時のコツ、これ4つコツがあるんですけども、まず1つ目、これが一番大事なんですけども、高重量を扱えるコンパウンド種目を中心にやっていただくっていうことになります。コンパウンド種目というのは、1つの動作で2つ以上の関節が動くトレーニングになります。簡単に言うと、もうベンチプレス系のトレーニングですね、オス系のトレーニングは肘の関節動きます、そして肩の関節が動きます。2つの関節が動くのでコンパウンド種目で、その中でも、フリーウェイトでしっかりと高重量が扱えるトレーニングっていうのをメインに据えていただきたいんですね。なので手っ取り早いのはもうベンチプレスをしっかり伸ばすということですね。でも中にはですね、ベンチプレスが合わないっていう方もいらっしゃると思うので、そういう方はダンベルのベンチプレスなんかでもいいです。でもできればやっぱりね、しっかりとフリーウェイトのベンチプレス系種目っていうのは入れていただきたいということで、なるべくですね、バーベルとダンベル両方のベンチプレスやっていただくのがいいんじゃないかなと思います。そして2つ目、言っちゃいましたけども、バーベルとダンベルのトレーニング両方やっていただくっていうのがおすすめです。バーベルダンベル両方ね、メリットがありまして、バーベルはダンベルに比べてバランスを取りやすいので、より高重量が扱えます。なのでしっかりと高重量で大胸筋全体を刺激して筋肉量を増やしていくとか、ベースになる筋力を効率よく伸ばしていくっていうことにかけては、バーベルの方が向いてます。で、ダンベルの方はやっぱりね、左右独立していてバランスを取るのがバーベルに比べて難しいので、その分重量は落ちます。扱える重量は落ちるんですけども、軌道が自由に変えられるので、バーベルでは刺激しきれない部位までしっかり刺激することができる、刺激の種類を変えることができる
というのが非常に大きいところです。そしてダンベルの方が実はバーベルのベンチプレスに比べて肩への負担が少ないんですよね。軌道がある程度自由に決められるので、その肩にね負担の少ないこう角度っていうのを探しながらできるんですよ。なので肩にちょっと不安のある方っていうのはバーベルよりもダンベルの方が実は向いてたりします。そしてまあ軌道も若干違うんですよね。バーベルだとこの両手の距離って変わらないんですけども、ダンベルの場合はちょっとこう内側に絞り込むような軌道になるので、この軌道の違いっていうのも大胸筋の筋肥大を促進するのに非常にね重要になってきます。そして3つ目、今度はマシンを使う時のコツなんですけども、軌道がね内側に絞り込んでいくような軌道のマシンをなるべく選んでいただくのをおすすめします。まあ、これはマシンならではなんですよね。フリーウェイトだとどうしても上げ切ったところで負荷が抜けてしまうんですよ。関節がねロックされてしまうと負荷が筋肉から抜けてしまうので、このね上げ切るところで負荷が抜けなくなってるマシンっていうのがもう一番ね優秀なマシンなんですよね。そういう意味ではしっかりとグーッと上げるにつれて内側に絞り込んでいくようなマシンだと、上げ切ったところでしっかりね最大まで大胸筋を収縮させることができて、それでいて負荷が抜けないというような状況になるので、せっかくマシンをやるのであればフリーウェイトで足りないねこの内側に絞り込む軌道のマシンというのをしっかりやっていただけたらなと思います。そして最後4つ目なんですけども、これ前回の動画でも言ったんですけどね、大胸筋上部のトレーニングをしっかりやっていただくっていうことになります。上部、中部、下部、バランスよく鍛えましょうねと前の動画で言いましたけども、中でも大胸筋上部、この鎖骨に近いところですねの筋肉っていうのは特にですね成長が遅れがちなんですね。なのでしっかりと大胸筋上部を鍛えるようなインクラインベンチプレスとかね、そういった種目をしっかりとやり込んでいただきたいというところにあります。じゃあこれらのポイントを踏まえた上でおすすめ種目、どんな種目があるかといいますと、まあ、まずは何といってもバーベルまたはダンベルのベンチプレスですよね。もうこれについてはね異論のある方はいらっしゃらないかなと思いますけども、まあ、これが全ての基本になります。そして2つ目がディップスですね。まあ、これは内転の動きが強くなるので大胸筋下部の種目としてすごい優秀なんですけども、このディップスですね、ベンチプレスだとベンチにねこう背中を押し付ける形になるので肩甲骨がね固定されるんですよね。でそれはそれで肩の怪我を防ぐのにすごい重要ではあるんですけども、ディップスの場合は肩がね割と自由に動くので、その肩甲骨とか肩周りのコントロールをするためのこう筋肉を鍛えるのにも非常に効果的になります。そういう意味でこう怪我を防ぎながら大胸筋を筋肥大させていくためにも、このディップスってしっかりやり込んでおくとプラスになってくれるので特におすすめです。そして最後が、まあ、やっぱりこう内側に絞り込む軌道のマシンですね。今ねいろんなジムにこうたくさんの種類のねマシンが置かれるようになってるんで、こういうね内側に絞り込む軌道のマシンがね普段使ってるジムにあるよっていう方もねいらっしゃると思うので、そういうジムがある場合は大胸筋のトレーニングの締めにね採用していただけたらいいんじゃないかなと思います。じゃあそうしましたら次ですね、じゃあサンプルメニュー、どういうメニューをやったらいいのっていうことについてね、まあ一例として挙げさせていただければなと思います。4種目または5種目3セットずつで組んであります。4種目3セットなら12セットで、5種目3セットなら15セットということで、先ほどお話ししたこう理想のセット数10セットから20セットの間に収まるように組んであります。まず1種目目はもうバーベルのベンチプレスですね。はい、なんといって もうこれが基本になります。6回から8回3セットやっていただけるといいんじゃないかなと思います。そして2種目目がダンベルのインクラインベンチプレスですね。まあ、これは上部を、ね、しっかり鍛えるのに効果的なトレーニングでもありますし、バーベルとダンベル両方やりたいんで、まあ、バーベルをベンチプレスやった後はインクラインプレスはダンベルでねやりましょうという形になっております。これも6回から8回3セットですね。そして3種目目がディップスですね。まあ、これもね先ほどコツのところでねディップスやった方がいいですよっていうお話をしましたけども、やっぱりねできる余地があるのであればね、ぜひやっていただきたいということで6回から8回3セットやっていただければなと
思います。そして最後の締めに内側に絞る軌道のチェストプレスのマシンをやっていただくという形になります。大胸筋が特に課題になっていて、もうちょっとねボリューム増やしてやりたいっていう場合はもう1種目5種目目にダンベルのプルオーバーやっていただくといいんじゃないかなと思います。これはねしっかり大胸筋がぐーっと伸びたところで負荷がかかる種目なのでストレッチ系の種目になるんですけども、ストレッチ種目ってね大胸筋に限らずですけども筋肥大効果が高いと言われているので、そういう意味でねこのプルオーバー効果的というのと、プルオーバーってですね肩周りの怪我を防ぐために非常に効果的なんですよね。肩のコンディショニングに非常に有効でもある種目なので、コンディショニングの意味を込めてプルオーバー、まあ、最後締めにねやりたい方はやっていただいたらいいんじゃないかということで追加させていただきました。ということでここまでね大胸筋のおすすめのトレーニング頻度、種目数、レップ数ですとか種目を選択する際のコツ、おすすめ種目、サンプルメニューなんかをね紹介させていただきました。ぜひねこのメニューを参考にしていただいて胸トレ取り組んでいただければと思います。ということでこの動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しておりますので、概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも新商品の情報を概要欄に記載しておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。